今日は松本人志問題に見る時代の変遷について語りたいと思います。私のメンタリティは昭和生まれ古い人間です。古いからってしがみついてなくて時代の流れとともに変わっていかなきゃいけないなということを痛感させられます。例えばですね、欧米に端を発したあのミー t 運動。この日本という国は 遅れててがやってきた国ですよでその日本においてですねこの問題が勃発した時にもちろん何が正しくて何が間違っているのか何が嘘で何が本当かっていうのは今後ですけれども少なくともそういう話が勃発した時にはですね本当に時代の変遷とということを感じさせます昔だったらこの話は表に出てきてなかったと思いますからねそういうい意味ではではすね。 吉本の松本人志さんの後輩の芸人さんたちが事実関係がまだわからないので何ともコメントのしようがない的な発言をするっていうのはわかります立場しがらみでね当然そうですしかし面白いことを言うべき芸人さんがまるでつまんない政治家の文言と同じになってしまってるっていうのはちょっとつらい状況ですよねだから部外者の私なんかが調子に乗ってしゃべりたいなっていうのは事実なんです まず一つアングルとしては、このテレビ。テレビが、ここのことを話さないんですよ、この問題に関して。こっから先裁判の争点と行方の整理を徹底的に司法の専門家の方たちに全面的に委託して語ってもらっている状況になってますよね。ほとんどのテレビがね。これは、 本当に吉本工業と松本人志とステークホルダーになってですね、そして吉本工業とテレビ局民放の株の持ち合いがあってですね、民放はこの吉本工業、吉本興業の株をいっぱい持ってる大株主ですよね。こういうふうに利害関係がはっきりしている中で、この問題、女性がどう傷ついているのか、一方を切り返して松本人志が言っているように、女性が嘘ついている部分があるのか、 これ文春が飛ばしすぎなのかどうかっていうことは一切できないわけですよ。できないからこそ事実関係はわからないので今後の裁判の行方にシフトしますとしか言いようがないっていう状況。一方全くテレビとは違う SNS は私も含めて関係ないのにやいのやいのこの松本人志問題で言うっていう状況で二極化してますね。整理してこの時代っていうのはどういうふうに変わってきたって私ながら考えた時にまず 時代が変わる前に宣べをつけるように「週刊文春」という一雑誌が大きく立ち位置変えました。これすごいなと思います。一言で言いますね。週刊文春というのは今や時代の告発者になりました。そしてそれに端を発して時代の決定権者はスポンサー企業にしっかりとある時代になったということを 私は肝にに銘じなななきゃいけないいけんだううふうに思ってますまず時代の告発者「週刊文春」ですけどジャニー北川氏の問題はだいぶ前にやってましたよね「週刊文春」だけど大手メディアテレビはじめとして黙殺状態ありましたねそして多くの人がこれは問題だと分かりながらもまあ一雑誌が言ってることだよね飛ばしてる部分もあるよねみたいな捉え方で時代は変わってない風を装ったっていうのがありますよね。でそれから ちょっと経ったら婚姻屋のことし、大きく変わって、今、権力を持っちゃいましたね、週刊文春っていうのは。もうとにかく何かを暴く。それで結果、社会正義が実現する部分もあるやもしれないけど、一方ではですね、かなりの人を不幸のどん底に叩き落として、知らぬが仏で世の中をやり過ごすということを許さなくなりましたね。文春のこの、 善悪愛半ば感まあ善とは思いたくないんだけどうわ人を不幸に叩き落とすなっていうふうに正直思いますけども文春はすごい権力を持って告発者という立ち位置を作りましたで一方時代の価値観の決定権者と私は言いましたけどもスポンサー企業これが全てですよねスポンサー企業っていうのは当たり前ですよ代理店通じてテレビにねお金を出して番組を提供者としてやってるわけですから そこでですね、その自分がスポンサードしている番組の司会者が、もしかしたらものすごくイメージが悪くなった。とんでもないことをやっていたのかもしれないってなった時に撤収ということになりますよね。そしてその番組の提供枠からも名前外してくれて撤収っていうふうに、それはなりますよね。もう世論が許さないっていう世論を見る。もっと言うと、このスポンサー企業っていうのは消費者が全てじゃないですか。 おのが企業のサービス、おのが企業が作っている商品を買ってくれる人が神様なわけですから。で、そういう人たちの一部がガン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 不買運動だの。お前のところの商品はもう買わねえからなとふざけんなった。あんな番組やりやがってみたいなことになったらすぐ引きますよね、当然。しかし僕がもしスポンサー企業側の責任者であったなら内心はこうだと思うんですよ。確かに買ってくれてるいわゆる購買層が起こるんならまだしも もしかしたら自分たちの会社の商品を何も買ってくれてない人間の一部がうわーっと組織票のごとくガンガンクレームつけてきてもう買わねえぞなんだって言われても溜まったもんじゃねえよなってストレス溜まった挙句にだけどもうるさいからめんどくさいから無くんしあくに近寄るはずで撤退しようっていうふうに僕も即断しちゃうと思いますよすべては消費者のイメージが神様っていう時代に 昔以上に色濃くなったっていうことだと思うんですね。この現段階での松本秀樹さんの問題っていうのは、すべてはイメージだと思うんです。やっぱりこれだけ長きにわたって30年近くテレビの王様として君臨してきた松本秀樹なる存在っていうのは、ある意味テレビのアイコンになりましたよね。つまりミッキーマウスですよね。ここでイメージっていう言葉の捉え方に入っていくんですけども。 イメージっていう言葉が引き連れている概念が大きく変わりました。イメージっていう言葉の幅と奥行きが大きく変わりました。一時代前ならイメージってどういうふうに使ってたかっていうと、古くは銀幕のスター、映画俳優、大スター、素晴らしいイメージ。この人は悪役ばっかりやってるからイメージが悪いとか。テレビの世界で言うならば、テレビで本当に好感度高い。 この人イメージ最高イメージいいよねこの人毒舌ばっかり入ってるからなんかイメージ悪いとか人気があるにせよイメージっていうのはその表面上だけで捉えてましたアイコンのところがこの頃は違うと思うんですよディズニーランド行ってミッキーマウスをネズミとして人気しとしてキャラクターとして認識しつつも夏場の暑い時にひょいとバックステージに入り込んじゃった時に仮にありえないと思いますけど そのミッキーという川から人間が汗だけで熱い熱いって出てきたとしたら分かっちゃいたけどきついイメージ的に引くっていう話になりますよね。僕はね今回そういうところが強く出てると思うんですよ。松本ひとしさんが孤独な佇たずまいで LINE にリアクションしましたよね。一言一言一言。これ全部裏目にはまったと思うんですよ。 あの松本人志さんの絶妙な笑いのイメージで一言一言決めてきた今までのイメージ言ったら相当ミッキーの殻の中から普通の人が出てきて言い訳がましくワイドナショー出ますとか言ってきたんだと思うんですよ。これが僕は今言ったイメージというものの引き連れてる概念が大きく変わってしまった。裏側の プライバシーの部分とかプライベートでもしかしたらこんなことやってたかもしれないっていう表も裏も含めてイメージっていう言葉を捉えるようになった時代が到来してるんだってことを遅ればせながら感じるんですね。私は本当にはばかりながら言葉っていうものにものすごくこだわっちゃうんでいいとこも悪いとこもあると思うんですけど言葉にこだわって言わせてもらうと言葉の特性の一つとして発した人よりもその言葉を受け取る側が全てなんだ。 受け取る側の判断が全てなんだっていう宿命が言葉にはあると思いますだから今回の今一連騒がっている松本ひとさんの問題でいうとこの性交渉に仮にあったとして強制性があったのかなかったのかという強制性というワードが強く出てきてますよねこれは裁判の行方にも当然関わってくる大問題なんだと思いますで、この強制性に関して思うことがあるんです 例えばです、ね、ワイドナショーに松本人志さんは出ないということになりましたけれども仮に出ていたとして強制性のある性交渉などなかったんやとはっきり言ったとすれば多くの視聴者はその言葉をどう受け取ったんでしょうか 本人がそこまで断じてるんだからやっぱりなかったんだよ一部女性が嘘ついてんだよっていうふうに大きく風向きが変わっていくと思います。つまりは言葉ってのは受け取る側の判断。それと同時にもう一つあるのはそこにまつわるのは松本人志さんという大変な権力を持った 強い立場にいる人だからこそ自分の発した言葉を受け取る側がこう判断してくれるっていう空間を持ってるってことですよね。ワイドナショーならワイドナショーっていうところで。ところが一方のこのホテルのスイートルームに参加した女性の方はどうなんでしょうか強制性があったんだというふうに思ってるとして警察に駆け込んで刑事事件化してくれっていうふうに頼んだ時にどういう現実が待ってるんでしょうか違う見方もあるでしょう。 警察はそういうことに関して今時は昔と違ってしっかりと捜査していくんだっていう建前も分かってるつもりです。だけども現実は証拠はどうなってますかどうなんですかってやってるうちに時間もかかる、労力もかかるということでだんだん女性の方が傷つきながら苗えていくっていう可能性だってないわけじゃないですよね。最後はもう一つの警察の建前の民事不介入ってことだって出てくるいやもしれません。ですから 言葉は受け取る側が全て決定する向きがあるよということとそういう言葉を発する側が表明する場を持っているか否かっていうことも非常に有利不利で重要な点なんだということは一つ強制性にやや似てるかもしれませんがもう一つ言葉にこだわっていえば同意不同意っていうのが今言われてますね今後確かに性交渉が仮にもう一度言いますあったとして同意していたのか女性が。 あるいは不同意だったのかということに関して言うとこれも受け取る側の取り方っていうのはかなり強く出てしまうんですよ。あの LINE が登場した時に小沢さんに向けて参加していた女性が最後は全員みんなタクシーで帰りましたとっても素敵な素敵な夜でした松本人志さんも素敵でっていうような文言が踊ったでこれに関して男を中心にしてほら出てきたっていうのはありましたよね。これはやっぱり女性も同意してたんじゃないか これね受け取る側は権力持ちすぎなんですよ言葉を受け取る側私も含めてこれはやっぱり一部の女性専門家も含めて正常性情勢バイアスとかいろんな専門の心理学の言葉を使いながら解説が出てきてますけれども一理も二理もも二あると思うんですねやっぱりああいうスイートルームだ合コン的な世界だっていうことが設定されていたとしたらそこに流されてい でさも自分は心も含めて同意したような感じで引き返せなくなってことに及んでしまったけれども実は全然心は不同意だったのに同意してるがごとく自分を騙してしまったってことが心なんてハイスピードでどんどん刻一刻変わるじゃないですか喋ってる祖母から僕の心は変わってってますから今ねどんどん一秒前の自分じゃなくなってるんですから女性は傷ついたと仮にするんだったらどんどん変わって本当は 全く同意ななんんかかしてなかったんだあの時自分をだましてああいう LINE の文言を送ってしまっただけだというふうに変わってってそれを誰が責められようかというところもあるんだと思います本当に時代は刻一刻変わってきましたやはり「週刊文春」でですね渡部さんあのアンジャッシュの渡部さんが蒸し返して申し訳ないけども多目的トイレで女性を呼んで1万円のタクシー代を渡して自分の性欲を満たして「はい終わり」ってやってたという時に 本当に世間から糾弾されました。当たり前だと思います。ひどいと思います。まあしかしながらその時同時にですね、思い出すのは、やっぱり一部男の間で1万円はないよなと。なんてせこいこと稼いでるのにやってんだと。もっとそんなことを自分のわがままで性欲を満たそうってんだったら、せめても女性にちゃんとお金を渡すべきだもっとって、そういうことを平気で飲み屋トーク、居酒屋トークでやってた向きがあると思います。時代は逆なんですよね。 今回の一件で私は、ああ、本当に時代は変わったんだって収まきながら思うことがあります。これはあの、去年あたりもですね、おととしあたりでしょうかね、えー、ネット周りでかなり面白おかしく論議になってたと思うんですが、割り勘問題っていうのはありましたよね。僕あれをもう一度蒸し返すように考えてみると、時代はお金にまつわることとして逆になってるなと思うんですよ。 これね、割り勘問題に関しては私なんかすっきりして、昭和生まれるの私としては、女性と飲食を共にするって機会があるとしたら、どんなに年齢なんて関係ない、立場なんて関係ない、男が女に対しておごるんだよ派ですよ。ね。だから平気でそう思ってました。割り勘なんてかっこ悪い男としてって、見枝だ、虚栄心だって言われても男が出すんだよと思ってました。ところがですよ、考えてみたら、なんで割り勘問題浮上するかって言えば、時代は大きく潮目が変わって、 男のものじゃないんだ、女は。当たり前だと。男の所有物でも何でもないんだ。女性はしっかりと自立してるんだ。自立一つあるんだっていう時に、同等の男と女が食事をする場面において、割り勘にするのは当たり前ですよね。なんで男は無理しておごってみせなきゃいけないんだ。なんでわざわざ男に合わせておごられてありがとうごちそうさまって女性が言わなきゃいけないんだ。対等の関係にあるわけですからね。それ考えたらですね、この割り勘問題の議論の根っこには、 少し絡んでるなと思うのは、セックスをする場合において、いたさせていただいた男の言い訳として、性と金の交換をやってるって。だからこそ、まずはお盆んなきゃっていうのがあるんじゃないですか。時代は自由恋愛が全てということになりました。自由恋愛なら、何の問題もありません。 問題があるとすればダブル不倫とか一方が不倫してるとか不貞行為があったとか状況的に許されるとか許されないとかそういうことはもちろん時代の倫理道徳観でいろんな論議を生むのは当然ですけれども刑事事件にはなりませんよ自由恋愛だったら男と女の結み合いですからそうなってるわけですね。だから私のような昭和生まれの古い人間は昭和の芸人魂だよ本畜生と。 常識がねえからこっちから芸人やってんだみたいなことはですねもう時代の遺物ですそういうことやってものすごく面白く人を納得させてくれた立川男四さんなって元気に今の令和の時代を生きてたらしゃべり口のタッチ変えてくると思いますよ天才はだからいつまでも一つのことの芸人論に固執してる時代ではないんですよ時代は アイコンやスターは大谷翔平を求めてるってことです。人格と才能を一致したものを求めるということです。全ては時代が決めるんだと私は思ってます。あともう一つ、さっき自分の古巣であるテレビのことを言っちゃいましたけども、テレビがなんでだんだん松本人志さんがここを一人で戦おうとしてるのか、週,週刊文春の記事に対して。 初めは吉本興業と松本人志は一体であってそして全ては事実無根だと聞いてるんでこれから裁判を起こすんだ的なことをいち早く吉本が言ったわけですから当然に企業とマ,ジマネジメント会社大きな会社吉本と松本人志さんっていうのは一対だと思ってたんだけどどうもこのところの雲行き潮目としてはですね松本人志というタレントが一人で立ち向かうってここは違うんだと。 私は間違ってない部分がこうあるんだということを戦おうとしてるんで企業側がそれをサポートするみたいにちょっと様相が変わってきたとするならば何でテレビはそれを扱わないかとも思ったりするんですけどさっき言ったようなルール事情がある時にテレビはなかなか扱えないっていうことがあるそうすると誰かが何で一人で戦うんだろうってことに関して答えをくれるのかと思ったのが明石家さんまさんです。 あのそれ放送自体ラジオ放送は聞いてないんですけれどもそれがネットニュースになって鍵括弧で切り抜かれてるのを私は読んだだけなんですがさんまさんはラジオで言ったそうですね「いやーなんで松本が一人で戦おうんか」と言ったら「わしはこう思うや」と「やっぱり娘を守るためやないか娘の名誉を保,る保つためにはわしだって戦おうと思うわ」みたいなことをおっしゃったって言うんですね。 ああそうかと全部認めます嘘も本当も含めてそうですなんて芸の上では松本人志さんは言えても自分が守んなきゃいけない対象がいたらそこだけはなんとか名誉のために戦うぞと他は負けてもってやるのかなって想像をしてしまいましたそういう思いことをさんまさんが言ったのかなって気がしてます。まあ、あとはですね松本人さん 当面は数年は少なくともテレビに出るのはさすがにダメだと思います。時代の決定権者が許さないんだと私は思ってます。しかしあの類いまれなる才能はどっかで引退宣言をするまではやってもらう権利と義務がこっち側によくする権利と義務があるんじゃないですか。私は もうすでにいろんな人が言い始めてますけれどもサブスクのネットフリックスとかアマゾンプライムとかそういうところですでに着手しているわけですからこれは見たくない人は見ない見る人は見るわけですねテレビを見ない若い人だってそっちなら見るかもしれないって言った時あの類いまれなる才能は引退まではやる義務があんんじゃないの松本さんとそれは普通の人は裁判で戦いながら働かなきゃ食っていけないんだから。 だけども裁判をやりながら完全休業するっていうのもかっこいいけどもそれは休業しないでお客さんファンに見せてよっていうのを僕は感じますいろんな意見があると思いますけども思い返したんですよ例えばねネットフリックスで最近で言えば福田村事件にピエールタキさん出てましたいい味出してましたね新聞社の編集長役みたいな感じだったんですかねそれからあとはサンクチュアリっていうネットフリックスのねあの相撲を描いたやつで 相撲部屋の親方、いい味出してました。もちろん、松本人志さんの今回の一件とピエロ拓さんが起こした事件は違いますよ。だけども、いろいろあって、謹慎をしながらも、インターバル置いて出ると、また深みが出たりするっても一面の事実です。で、ここで思い返すのは、松本人志さんはだいぶ昔になりましたけども、1994年に寸止め海峡っていうのをやってんですよ。で、この舞台をやった時に、いろいろ賛否言われたのを思い出します。 私はねもうファン心理を持ってダウンタウンを見せたから覚えてるんですよ。寸止め会挙1人1万円取ったんですよ。で今の1万円と若干違いますから1994年。ずいぶん高く取り上がるなおいおいと。何のぼせ上がってんだっていう保守的なことを言った人もいるんですよ。でも面白かったら1万円でも取るわっていう。とにかく時代の常識に対してダウンタウンという存在は鋭利な刃物で切り込んでいって。 時代の常識を変えたり、常識を笑いに科学変化を起こさせるっていう名人だったわけですから、1万円も論議を読んで、ああだこうだ言わせたわけです。そしたらそれが評判悪いことがきっかけになってるのかどうか詳しいことは何もわかりませんけど、翌年の1995年に日本武道館において松本人志は単独ライブやってんですよ。で、その時昭和の文言で言うならば、言い回しで言うならば、木戸線は見てのお帰りってやったんですよ。 見終わった人が自分の判断で200円、自分の判断で3000円、自分の判断で1万円とか、そうやって金払っていく、料金自由、料金フリーっていうのをやったんです。これも話題になりましたよ。言ってみれば、今の時代に戻ると、観客と消費者が全ての価値観を決める時代っていうのを先取りしてたわけですよ。松本人志さんは、まだまだ松本人志を見たい人がいっぱいいますよね。